白馬が集まるクーニン TV。 どうもクーニンです。今日ですね、ゲストに来ていただきました、明徳義塾高校で4度甲子園出てます沖田選手です。よろしくお願いします。今日は沖田さんに高校時代の話をいろいろ聞きたいと思いますので、皆さんぜひ聞いてください。それですね、まずですけども、はい、入るきっかけになったことを教えてもらっていいですか。2つ下の弟が、はい、明徳義塾中学校の方からもう入学してまして、はいはい、3年生になった時に弟が1年生で入ってくるんで、はい、運良かったら兄弟揃って甲子園出れるから行ったらどうやっていうので背中を押されて行きました。ああ、なるほどですね、はい、他にも結構推薦の話はあったんですか。ありました。最初はだからそれですごい悩みましたね。親の生まれ育ったところでの高校行って甲子園出たいという思いもあったんですけど、はい、それはどこだったの。鹿児島か沖縄の高校行って、はい、甲子園出たいっていうのがあったんで、はいはいはい、それを、まあ、弟がそうやって行ってるっていうのも縁もあるしっていうことで、はいはい、明徳を選んだってことですね、はい、でそんなまで実際明徳に入ってみたわけですけども、はい、どういう人がいたんですか。関西圏内の選手がすごく多くて、はい、人数の多さにびっくりしましたね。小学校も中学校もそれほど人数が多いところでやってなかったんで、はい、何人ぐらいだったんですか小中は。もうギリ15人とか20人とか少ないですね。もうそういう少ないところでやってきたんでその僕が1年生入学した時はもう120人ぐらいおったと思うんですけど、はい、辞めていく部員はいないんですか。いやでも一学年1人か2人ぐらい。すごいですね、はいはい、村長辞めないですね。辞めないですね、はい。でまあ、そんな熾烈な環境に入ってしまったわけですけども、はい、どういう感じでレギュラーになっていったわけですか。入学して僕すぐ5月に非手術して、はい、その入った年はもうボールも握れなかったんで、ひたすらもう練習では先輩のバッティング練習のマシン入れとか、はい、空いた時間はポール間走ったりとか、もうそういったことがメインで、新チームになった時に先輩たちが四国大会準優勝して春の甲子園決めてオフ期間ってあるじゃないですか、はい、その期間ずっと1軍から4軍ぐらいまで分かれて授業が終わってからずっと紅白戦やってたんですよ、はい、でその時に僕はボール投げれないんで、はい、ずっと DH っていう形で試合出させてもらってて4軍から、はい、多分なんかもう気づいたあれよあれよのまんまになんか1軍で DH で出させてもらってて、はい、そんな考えてたんですか。売ってたっていうイメージはないんですけど、はい、4から次3にいったわけですか。そうです、はい、で次2に上がって、はい、で1に上がってっていう、はい、その期間どんぐらいですか。2ヶ月とかそんなもんですか。ああでもそんぐらいでしたね。1月から3月手前のオープン戦が始まるまでの間はずっと紅白戦がメインだったんで、うん、年明け一発目の練習試合が川之江高校、はい、当時一つ上で鎌倉っていう日本ハム行ったの、はいおったんですけど、はい、でそこの遠征に連れて行ってもらって2番で使ってもらって、はい、1スイング目がマグレのホームランだったんですよ。で嬉しすぎてガッツポーズして一周走ってたら監督にベンチ帰ってお前ちょっとベンチの裏行けってしばらくされてめっちゃ怖いっすよ。浮かれんでねえよっつって、はい、でそこからずっとオープン戦も使ってもらうようになってて、はい、で選抜メンバー発表するって言われた時に僕も秋の大会もベンチ入ってなかったん で、はい、でそこで7番を来たって言われてもびっくりして、え投げれないのですか、はい、いやもうその時にも軽く塁間ぐらいまでボール投げとったんですよ、はいはい、でももう試合中とかもレフト守ってて、はい、ショート守った森岡さんがもうレフト飛んだらもう目いっぱい追いかけてきてくれて投げれないんで、はいはい、そんな中で選抜で7番もらってもうそれが初めての公式戦やったんで、はい、びっくりしたじゃない、いろんなメンバー。いやびっくりしました。もともと入ってた人に俺が外れた分お前頑張ってくれよっていう言葉もらって、なんか初めてことの重大さに分かったみたいな。それはそうっすよね、はい、確かに、まあ、そもそも7番つけると思ってとか、まあ、17番とかなるわけですよね。いやもうそのメンバー自体も外れてしまって。あそうなんですね、はい、へえすごいっすねそれは。もうそれで初めてめちゃめちゃ期待されてますね。いやもう期待されてるっていうかもう下手なプレーはできひんなっていう、はい、もうそっから選抜は初めての選抜までもう毎日ガクガクでしたね。自分で負けたらどうしようっていう、はい、で選抜はどうだったんですか。選抜は3回戦で福井商業に負けました。ご自身はどうだったんですか。まあ、その試合はまあ1本打ちましたけど、はい、打率でいうと大会投手だと3試合で、でもその時が打率4割1分7厘ぐらいでしたね。めっちゃ細かく覚えてますね
確実にその数字合ってるでしょうね。すごいな。でもその選抜の時が初めて出た時があれですよ、まあ、あの球場の雰囲気とかもう一切もう初心者なんでわからないんで、はい、一番言うたらもう怖いもん知らずで入れましたね、はい、だからもう思う存分も野球にだけ集中できました。次の夏からはやっぱそのプレッシャーっていうのは感じるようになりました。うーん、そうなんですね、はい。努力は一生あなたの支えになるはずさ、きっと一緒に走って夢見た仲間はこれから何年先も宝さ。